日向の日陰。さあ、ということで今回のスタジオゲスト、クリス舞ちゃんが来てくれました。クリス舞です。よろしくお願いします。舞ちゃんといえば釣りがあるということで。はい、すごいっすね。釣りですよ、ピロちゃん。ねえ、すごい。釣り大好きで、海釣りと管理釣りが大好きで。きっかけ何だったんですか、これ。きっかけは、私もともと小さい時から栃木県出身で、海にないんですけど、よく茨城で家族一緒に行ってたんですけど、そのあと新潟に来て、もう海が近いんですね、今。なるほどね。家から。はいはいはい。そうなんだ。そこからもう周りの人、釣り人がいっぱいいて、どんどん釣りガールになってた。はい、教えてもらってっていう。だってすごい大きさの釣ってたもんね。すごいですよ、本当に。いや、もうあれはまだでも小さい方の時。あ、本当に、はい、今度うちらもやっぱちょっと挑戦してみたいなと思ってるんで。最終的にクジラ釣りですよね。さっきはマクロマグロ釣りだったので、ちょっとそんな、はい、釣りつながりでもいけるように、これからもまいちゃんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで皆さん、来週も見てね。バイバイ。バイバイ。さて、次回のチョイナビは、普通のサイズじゃ物足りないボリューム満点グルメの特集です。フードファイターでなくても食べられるコスパ抜群のお店を紹介します。見てね。